どうも、エルザチャンネルへようこそ。ということで、今回原神をやっていきたいと思います。前回に続いてクエストの方やっていきたいと思うんですが、今回するのは、復興の日だね。これをやりたいと思います。やっと、稲妻の国に行けると。で、どうなるんでしょうかね。一応主人公も使えるなら使っていこうかなと思います。道雷がね、そんな使えないと思ってるんで。じゃあキャサリンに話しかけよう。旅人さん、何かお手伝いが必要なことはありますか？稲妻に行くことについて。なんと十字戦隊について。はい、すでにお聞きしております。南十字戦隊の棟梁と稲妻へ向かう約束をしているのですよね。確かにもう随分と日が経ちましたが、まだ私のところに情報は何も入ってきていません。探したぜ。あんたが姉子の尾婚だっていう旅人か？待ってました。そうかそいつはよかった。艦隊の補給作業がほぼ完了した。あとは人員を確認するだけだ。姉子にあんたを探すよう頼まれてな。あんたが船に乗ればすぐに出発できるみたいだぜ。やっぱり北斗は約束を守るやつだったな。もちろんさ。姉子の義理堅さはこんなもんじゃないぞ。出航したらあんたらも徐々に分かってくるはずさ。もう行かれるのですか？無事に出航できるみたいでよかったです。この先が星であろうと深淵であろうと、次の一歩を踏み出すのはいいことだと思います。ではまたの機会にお会いしましょう。皆さんのご無事を祈っておりますね。キャサリンさん、そうなんですよね。キャサリンに関してはポケセンみたいな人だよねそうだな、ほとんど毎日会ってたから名残惜しいぞでしたら稲妻につき次第、いち早く私を探し出してくださいね。私は鳴神島であなたたちをお待ちしております。ん？私はって言った。ってことは瞬間移動してるってこと？そんな気はしてた。やっぱり稲妻にもキャサリンがいるのかよ。じゃあなんでこんな悲しげな雰囲気を醸し出してたんだリーゆえにもきちんとお別れをしてきな。船はもう幸運閣に止まってる。ちゃんと伝えたから俺は先に戻るぞ。おう、知らせに来てくれてありがとな。いいってことよ。じゃあ船でな。鳴神不動北条楽土からやっていきますか。とりあえず、市長生北斗を探すってことなんで、どんぐらい距離ある？多分、そうだね、前回と立ちましたよね。じゃあ、近くまで移動したいと思います。近くまでやってきたけど、これ登ればイベント始まると思って。ここね、もっと便利な着方ないのかな？これで侵入成功。こっか。上はどうなってるんだ？じゃあ出航の日ということで始めよう。ようやっと来たか。かつては嵐でさえ止めることのできなかったこの南十字戦隊を港に引き止めてるんだ。私がどれほどあんたたちの顔を立てたか言うまでもないだろう。とても光栄に思います。いやー、お待たせ姉子冗談さ。ちょうどいい時に来たな。出航準備が今終わったところだ。じゃあ人も揃ったことだし、そろそろ雷雨に包まれし永遠の国へ向けて出航だ。出発！ん？やっと来た。リーユへの姉御、待ちくたびれてたところだよ。それと2人の密航者、いや客人というべきか。あんたたちの将軍様のせいで近頃は稲妻近海の雷雨と暴風が前よりも強くなってやがる。もちろん私の船体も大いに本領を発揮したが、それでも少し時間がかかっちまった。そうだ、紹介しよう。こいつはトーマ、最近知り合った商売仲間だよ。君たちに会えることをずっと楽しみにしてたよ。トーマ、この2人は紹介はいらない。異教の旅人の名声は外界の嵐太郎と防げないからね。とっくに耳に入ってるよ。やっぱそれだけ噂が広まってんだね。いやー、こんにちはトーマ。嬉しいこと言うなお前。うん、手間が省けたな。トーマはもう長いこと離島で活動している。ここの顔役と言っても過言ではないだろう。何か困ったことがあればこいつを訪ねるといい。だがもしこいつがあんたに不埒を働けば、次稲妻に来た時私があんたの代わりにこいつを締めてやる。安心してくれ、俺たちなら仲良くやれると思うよ。そろそろ時間だ。私の船にはまだお尋ね者が一人乗ってるからな。長いはできない。カズハのことか。また会おう旅人。稲妻でどんな荒波に会おうが乗り越えてみせろ。次に会うのを楽しみにしてる。バイバイ、元気でな北斗船長。それじゃまずは審査所で登録手続きを済ませよう。で、稲妻のお偉いさんに会うのか。こっそりって言ったはずだけど。鎖国令をなめないでくれ。身分を調べることからはどうあがいても逃れられないよ。だからこうして規則を守りながら規則をかいくぐるんだ。意外と切れ者そうだね。緊張してきた。さあ、マップはどんな感じになるのかな。はいはい。やっぱあれなんだね。右下だね。ぽいな。ってことは、原神これこのままどんどん広げていく感じになるのかな。めちゃくちゃ広大になっていくよね。すげえ。ちなみに、1、2、3、4。あれ、そこまでって感じか。でも、そうだね。七天神図を触ればっていう感じもするね。せっかくだからゆっくり探索していこうか。が展望ポイント。てか、曲がいいね。あれ？触れない。いや、そもそも触った後か。風情あるね。結構再現度すごいね。スミレウリ。あー、色がね。はいはい。ほらほら。稲妻の印はどんな感じになるんだろうね。宝には入ってなかったからね。音の音かなこれはね。桜っぽい感じだけどね。めちゃくちゃいいなこれ。ついていきます。やっぱ原神すごいね。音からこういう手間っていうか映像的なものもね。すごいわ。改めて感心した。で急ごう。あなたかな？こんにちは。身分の証明と島へ上陸する目的を教えてください。もちろんトーマさんは結構です。皆さん見ないお顔ですね。どうしたんですか？お二方の詳細と荷物を持っているかどうかを。私たちは兄を探しに。規則に沿ったものではなく、そのような個人的な事情が理由ですと原則として通すわけにはいきません。すみません、やはりお二方には。これが二人の上陸手続きの書類だ。確認してくれ。おい、あるならもっと早くに出しとけよ。君たちがどう対応するのか少し気になったんだ。悪い悪い。そうでしたか。書類に問題はありません。離島へようこそ。これから行けばいいんだ。音楽観察だ。ここは上陸の可否を調べるだけなんだ。離島に滞在するなら音楽観察で滞在手続きを行う必要がある。なんか聞いただけで厳しそうなとこだな。稲妻では外国から来た人間を外の人と呼ぶほどだからね。この言葉からもわかると思うけど、鎖国令によって封鎖されてる今の状態じゃ外国人が簡単に受け入れられることはないんだ。たとえそれが違法人居留地のあるこの離島でもね。そうか。じゃあそれでも進まなきゃ。君の覚悟は気に入ったよ。俺たち気が合うんじゃないかな。じゃあ行こう、音楽観察へ。これらの規則のほとんどは離島をずっと管理してきた勘定奉行によって定められたものなんだ。勘定奉行？稲妻三奉行の一つで、主に国家の財産を管理したり国に利益をもたらしたりするのを責務としている。あれ、聞いたことなかったかな。いや、ちょっとばっかしはその奉行の話は聞いてたよね。奉行3人いるって言ったよね。ってことはその1人の勘定奉行に会えるっていうわけか。まあでもトーマのキャラクターはなかなかいいね。よし、そしたらね、街の様子も見ながら移動はしていきますかね。すごいねこれ。めっちゃ作り込んだんだろうな。すでに上陸手続きは済ませてありますよね。では滞在手続きを行いましょう。そちらのお二人ですか？そうだ、はい、では手続き料の200万モラをお支払いください。200万！手続きだけで200万もするのか。はい、お一人100万ですので計算に間違いはありません。ご安心ください。いや、間違いというかそういう問題じゃなくて、ぐゆーお嬢さん、この2人は俺の友達なんだ。ほら、俺って一応ここの顔なじみでもあるし。あら、トーマさんのお連れ様でしたか。ではトーマさんの顔に免じて40万モラにしましょう。なかなか高えな。いなり安くなった。本当に感謝するよ、ゆりかさん。でも俺から見たら手続き料なんて600モラで十分じゃないか。ここは俺が代わりに出すよ。後で君に飯をおごってあげるからさ。どうかな。そんな握りの仕方があるのか。いくらなんでもそれは。わかりました。それで手を打ちましょう。今登録しますね。へへ、毎度。ねぎりの文化ね。どんだけ税金取るつもりやったんだろうね。なんか事情でもあるのかな。そんなに驚くことじゃない。手続き料自体が私的な要望なんだ。音楽観察では手続き料をいくら取ろうとも最後は全て観察官の懐に入る。それが多いか少ないかってだけで、それ以外は重要じゃない。もし不幸にもここに滞在することになった外国の富豪商人が現れれば、そいつからがっぽり稼げる。そう、そんな時に現地の友達がいることの重要性、君たちにもわかるよね。そうだね。誰も逆らわないの？ああ、異教の客人が鎖国中の稲妻に訪れているんだ。仕方ないと思うのが普通だろ。外国の商人ができることは仲間同士で助け合うことが関の山。これが離島にある万国商会が発足した由来でもあるんだ。外国人が自分たちで立ち上げた商会か。そうだ。商会は利益のため以外にも組織の取り組みや管理などで稲妻に住む外国人の支援も行っている。商売の道と生存の道、その両方を担っている商会だ。なるほどね。ライデン将軍に会う機会はなんか、外国人って稲妻で生きていくだけでも大変なんだな。それが君たちの目的か。なるほど。君の立場を考えれば確かにそれは遠い目標だろう。ライデン将軍は唯一無になる高貴な存在、全ての生物が見上げるべき神なんだから。すごいあれだね。すごい持ち上げようだね。何か方法を考えなきゃ。この世の出会いはいつも捉えどころのないものだと言いたかったけど、君たちならもしかすると午後の散歩中にでもライデン将軍とばったり会えるかもね。うい、そんなのありえないだろう。わかった。率直に言おう。君たちをライデン将軍のところまで導く術はある。本当か？離島の顔役にそんな権力があったなんて。持てる全てのコネを使えばなんとかなる。だがその前に、権力というのも高く売り買いされているものだ。言ってる意味がわかるかな。お前もかよ。俺の言う売り買いはモラを払うことなんかじゃない。それどころか対価を払う必要すらないんだ。ただ望むものを手にしたいのなら、人々の問題を解決してもらいたい。全ての人が幸せになる方法を探す、それが俺のモットーなんだ。かっこよく言ってるけどオイラにはわかる。お前、自分が人に恩を売りたいだけだろ。どうせ任務が始まるんでしょ。おっと、なんだか君たちから悪者でも見るような視線を感じるが、ま、それは一旦置いておこう。状況を説明しよう。さっきも言った通り、万国商会の会員はかねてより生き残りの厳しい状況に陥っている。最近はそれがますます加速しているんだ。君たちに何かできないか様子を見てきてほしい。商会の会長はクリスという俺の友達だ。俺はここで君たちからの吉報を待ってるよ。そうということでお使いスタートだね。結構トーマは好きなキャラだな。じゃあクリスのところ行こうか。日本でクリスって言われたらさ、やっぱバイオだよね。どっち方面？あ、この辺りで探すんだね。じゃあちょっと歩き回ってみましょうか。あ、この人か。意外と近かったね。クリス、なんかまあ日本人っぽくはないか。おや、万国商会に助けを求めに来たのですか。もしや音楽観察にモラを。あと少しでそうなった。友達がいてよかった。それならよかったです。来て早々財産を全て失うことにならないよう気をつけてくださいね。最近商会で困ってることはないか。困ってること、至る所に困難がありすぎてもう慣れてしまいました。鎖国令って外国から来た人にとっては大変なんだな。問題の根源は鎖国令ではありません。活動範囲が制限されるとはいえ、それでもそこそこやっていきました。実際に我々外国の商人を搾取しているのは勘定奉行にいる強欲な奴らなんです。おいら覚えてるぞ。三奉行の中で離島を管理してる奉行のことだよな。はい。高額な税金徴収や不条理な規則、それだけならまだ良かったのですが、一番ひどいのはここ最近新たな税収法令が出されたことです。上納する税金がモラから消化骨髄というものに変わりました。消化骨髄。その法令が出されるまで商会にいるほとんどの商人がそんなものを耳にしたことはありませんでした。最終的にリーゆえから来た年配の商人がそれを知っていました。それは彼が若い頃にスネージナヤへと運送したことのある一種の材料でした。皆さん嫌々ながらも各地でその消化骨髄を探して税金として納めたのです。しかしそれはその場しのぎでしかありませんでした。上納する税金の要求が大きくなるにつれ、消化骨髄の値段がますます上がっていったのです。そして最後にはある一人の商人の手にのみ残り、他では買えない代物となりました。そういう状況って独占って言うんだよな。お詳しいんですね。その商人は値段をずっと上げ続けました。我々も法令の圧力からそれを買うしかなく、そのような悪循環が続いた結果、今や税金の値段が我々の利益をも超えようとしています。このままでは。結構ひどいことになってるね。ひどすぎる。勘定奉行と法令について相談しようと試みたのですが、雷鳴とどろくこの国で窮地に立たされた商人の声など誰が聞くというのでしょう。はあ、フォンテーヌよ、我が故郷が懐かしい。そんなひどいことが。そんなんじゃ生きていけないだろう。お前はどう思う？話に出てきた商人が怪しい。まあ、スネージナヤの話が出てきた時からちょっと怪しいよね。あの商人ですか。以前は彼とも交流があったのですが、その後は我々との関係も途絶えてしまいました。彼の商品の供給元がどこなのかも分かりません。確かに怪しいな。そいつを探す方法はないか。何か情報を聞き出せないか。オイラたちちが探ってきてやるよ。おお、それはありがたい申し出。あなた方は外国から島に上陸したばかり、それに紹介のものでもありません。彼もそこまで警戒はしないでしょう。彼を探すなら居住区の海辺にある木の下へ行ってみてください。そこが普段我々と彼が待ち合わせに使っている場所になっています。わかった、オイラたちに任せろ。さあ行こう。結構極悪野郎な感じがするね。意外と近かったからちゃちゃって行っちゃいますか。いやー、それにしてもいい声してたね。あの声が欲しい。あ、ここらしいね。なんか立派なもの持ってるね。ベルナ？おや、見ない顔だが新入りか？私が離島の顔役だけど知らないのって。さっき上陸したばかり。ここはさっき上陸したばかり。何しに来た？商品の供給元のことだけど。あっち行った。そんなもん教えたら商売にならないだろう。企業秘密だ、わかるか？企業秘密。ひどい態度だな。こういう顔系のやつって原神ではちょっと痛い目合わさないといけない感じだよね。じゃあ値段のことでもう少し安くできない？買うかどうかも決めてないのになぜ値段のことを？ほほう、さては分かったぞ。お前たちクリスに言われてきたんだろ。あいつらには関係のないことだ。俺の利益を損なわないでほしいね。なんでだよ。言った言った、クリスのやつに伝えておけ。売ってやってるだけ感謝しろってな。俺がいなきゃあいつら税金すら払えないんだから。どうしよう、全く話を聞いてくれない。じゃあトーバが何か知らないか聞いてみよう。そうだな、一度あいつに聞いてみるか。悪い感じだったね。俺がいなかったら税金。でもこれなんかすごい不思議な感じだね。なぎ？いや違う、なぎだっけこの感じは。新しい材料出てんのか。マジか。これはまた作りがいが。おや、もう帰ってきたのか。問題は解決したのかい？それがちょっと困ったことに。人に頼んだ以上自分も何かやらないとね。いいよ、できる限りのことは協力する。来たばかりの慣れない地でいきなり問題を解決しろなんて確かに厳しすぎたね。ベルナーの情報について。あいつのことか。それなら調べたことがある。以前は砂浜で貝殻を拾って商売してたかわいそうなやつだったが、なぜか最近急に羽振りが良くなったらしい。万国商会を抜けた後、新たな拠り所となる場所を見つけたのかもしれない。あいつも昔は万国商会の一員だったのか？じゃああいつも外国人？彼の髪の色と目の色には気づいたかい？髪は一緒っていうかモンド人？そう、ベルナーはモンド出身でリーウェと稲妻の間で海運業をしていた。鎖国によって彼は離島での滞在を余儀なくされた異教人なんだよ。そうだったのか。もともと万国商会も彼にひどい扱いなんてしてなかったんだが、後から出された数々の法令により商会自身も立場が危うくなってね。だからあいつは商会をやめて恩知らずなやつに。それは言い過ぎだよ。この世に根っからの恩知らずはいないし、永遠に冷酷で残忍なやつもいないと俺はそう信じてる。もう一回彼に会ってみる。え、もういいのか？どうやら切り込む隙を見つけたようだね。情に訴えかけるの？あ、わかんないけど、もう一回行ってみよう。いやー、武力行使かな。普通に戦闘、今まあでもそれでも交渉にならないもんね。また話してみよう。何しに来たんだ？確かに俺は暇だが、お前たちのために時間を費やしたくはないんだが。風の導きをたどってきた。うん、暇もある種の自由だね。ああ、どっちが。風の導きをたどってきた。あ？何を言って。こんな日は、ダンデライオン酒が飲みたいな。原油詩人に歌を歌ってもらえたらな。モンドのことを言ってるのか。ああ、モンドだね。どれだろうな、タンポポの種か。俺考えたんだけど、種だな。お前の口からモンドのことが聞けるなんて。前に帰ったのはいつのことだったか。それすらも忘れちまった。懐かしいモンド城の雰囲気。風の導くままに風神のご加護があらんこと。故郷に、帰りたい。自由の都へ。はあ、効果があるみたいだぞ。感情を揺さぶろうったってそうはいかないからな。そして目をつぶって。あ？今度はなんだ？いいから目をつぶれって。聞いて、懐かしいあの音。波の音か。ちっこ焼き、小魚焼き、腹のもつ焼き、安くておいしい。ちっこ魚焼き。あ、リーオエコー。俺の目の前に波の音が、客引きの声が、リーオエコーの姿が浮かんでくる。ロックの精神が続かんこと。上等だ。解凍祭だ。上等が登っていくのが見えるぞ。想像力が豊かすぎると言うべきか。リーユエコーのことが懐かしすぎるのか。はあ、リーユエよ。リーユエはそうだな、せっかくだし。ルリユリ。これはもういい。もう思い出させるな。俺の心はもう。あなたを助けたことがある人もいる。あなたと同じ境遇の人が大勢いる。万国商会の人たちか。確かにみんな俺と同じく故郷を離れた者たちだ。俺はいつも夜の海辺に来ては波の音を聞いてる。ふるさとから届いた音だと思いながらな。そんな時いつも紹介のやつらがやってくる。でも俺は顔を隠しながら離れるしかなかった。はあ、気晴らしにあいつらと一緒に話がしたいと何度思ったことか。俺だって口をこぼし合いたかった。じゃあどうしてあいつらは心が強い。よりどころのなかった人たちが一致団結して生きていく術を探してるんだ。そんな真似俺にはできない。少しの利益と約束だけで俺は奴らの言いなりになっちまった。ふるさとの顔に泥を塗っちまった。奴らっていいだろう、言うよ。もうこんな葛藤はうんざりだ。大丈夫なのか。万国商会があなたを守る。だが俺はあいつらを裏切ったんだ。臆病なやつだな。間違ったことをやったらちゃんと償うべきだろ。だから早く、一体何が起きたのか言ってみろよ。税金徴収を任せられてる足軽慶次郎たちがやったことだ。奴らが商人たちに告げた税率は実際より高いものなんだ。それで余った消化骨髄は奴らが蓄えてる。そして商人たちが入手先に困った時、高値で売るよう俺は指示された。そんな何もしないで儲けようとするなんて卑怯だぞ。俺は奴らの操り人形になっていたが、その見返りは生活をギリギリ維持できるほど些細なものだった。それでもギリギリなんだ。あ、まだ証拠がいる。証拠そうだな。決定的な証拠がなければ奴は認めないだろう。そういえばいつも俺が報告をした後、ヤスは毎回必ずどこかに行くんだ。いつも怪しいって思っててな。ついさっき慶次郎と会ったばかりだ。今から連れてってやるよ。よし、じゃあ早く行こう。慶次郎か、足軽慶次郎。なんだろうね、慶次って聞くと前田さんだよね。まあそんな足軽のところではないからな、歌舞伎もんだからね。さあ、慶次郎のところ行こう。やつだ、慶次郎だ。行くぞ。あ、離席。てかあんな慶次郎だって言ってたらバレるよ。まあいつも。でもしゃがみは相変わらずできないんだね。温度侵入した時はしゃがんでたけど、あれ以来はしゃがみっていうのないもんな。よう、涼子、調子はどうだ？おかげさまで。よければ座っていって。ああ、ちょうど今稼ぎがいいんだ。そう、税金の徴収お疲れ様。足軽だから、近い近い、見つかっちゃうぞ。あいつどんどん離れてくぞ。早く追いかけよう。申し訳ねえ。あいつどんどん離れてく。ああ、今なんか聞こえたような。早いもん、喋りすぎ。静かに、見つかっちゃうぞ。俺の聞き間違いか。おっと、長いしすぎた。あいつ早く追いかけよう。意外と見てくるね。あいつどこに行ったんだ？さっきまで近くにいたのに急にいなくなった。もう少し気をつけないと。急に離れたね。やつだ、慶次郎だ。行くぞ。ね、行こう。そうだね、なんか結構角度は気をつけないといけない感じか。これさ、主人公各国の格好できたらいいのにね。意外と稲妻の国の格好は赤色でおしゃれなのが多いからな。よっ、涼子、調子はどうだ？おかげさまで。よければ座っていって。ああ、ちょうど今稼ぎがいいんだ。そう、税金の徴収お疲れ様。これならバレないでしょ、今話してるからね。ええ、まだ払ってないやつはそうだな、万国商会のやつらをもっとしばいておくべきか。あいつどんどん離れてくぞ。ああ、今なんか聞こえたような。静か。あいつどんどん離れてくぞ。早く追いかけよう。急に動き出すとどの距離がギリギリか？こんな場所に何をしに？何か埋めたみたいだぞ。見てみようぜ。ハイモンのこういう時楽しそうなのいいよね。すっげえ悪いこと考えてるとこだね。だって採掘これは帳簿？わいらはてっきりモラでも埋めたのかと思ったぞ。がっかり。たとえ見つけてもそれは商人のだよ。えへ？見せてくれ。これは間違いない。これだ。取引の記録が一つ一つきれいに残ってる。これで奴の罪を証明できるだろう。証拠も手に入れたことだし、まずはクリス会長にこのいい知らせを教えに行こうぜ。じゃあ俺はここで先に帰るよ。え、一緒に行かないのか？会長に会うのはまだ少し時間がいる。すまない。ベルナーってひねくれた性格だな。まあね、悪いことしといてそんなすぐすぐ顔合わせるっていう面は熱くないだろうね、さすがにね。もう本当にありません。このままでは商売も損するだけで飢え死にしてしまいます。法令は法令、規則は規則。払うべきものは払ってもらう。言い訳は無駄だぞ。規則を守っていないのはお前だ、慶次郎。ああ？誰だお前。紹介の新入りか。お前の帳簿はもう手に入れた。それと隠してたものもな。転売して儲けてたことも全て公にさらしてやる。なんと、そうだったのですか。ずっと騙されてたのか。税金のことは俺は。帳簿を見せていただけますでしょうか。この帳簿にあるものと以前紹介が納めた税金の額は全て一致しています。間違いありません。慶次郎さん、もう何も言わなくて結構です。今はこのことをどう解決するかが先決。ふっ、俺の弱みを握れたなんて思わないことだ。俺たらちょっとだけ利益に目がくらんだだけで。そういえば奉行武士は誉れと名簿を大変重んじると聞きました。奉行府からお咎めはなくとも、このことが露見すれば。おい、聞き捨てならんぞ、脅しか。それは俺を脅してるのか。いえいえ、ただあなたのような君子殿に汚点が残ってしまうことを心配しているだけですよ。じゃあお前が正しいということにしよう。で、どう処理するつもりなんだ。まだお手元に消化骨髄をお持ちですよね。それらを使い、これから先少しの間税金を立て替えてください。我々商人には状況を立て直す時間が必要です。それだけでいいのか。あれらは俺が一生懸命運んで大事に隠したものだ。それを見せました。いいだろう、お前の顔に免じてただでやる。面の皮が厚すぎる。そんなんで納得がいくもんか。俺の店はもう何日も閉まってる。全て友人の助けで繋いでいる状態だ。この損失の責任は一体どう取ってくれるんだ。ハリソン、もういいんです。これ以上は。搾取されるのはもううんざりだ。この件がそう簡単に終わるとは思うなよ、ハリソン。こんな場所で大声で叫ぶとは、法令に異でも唱えているのか。お疲れ様です、勝家組長。ああ、何を騒いでいる。その税金のことで少々彼らの世話をしているというのに恩をあだで返されまして。何が世話だ、こんなの横領だ。必ず新助様にもこのことを知らせてやる。ほう、勘定奉行様の名を直接呼ぶとは。ふん、よそ者はこれだから規則というものを知らない。この商人どもを連れて行け。何か言いたいことがあるのなら奉行府で話してもらおう。まずい、このままじゃ。はあ、まったく皆さん、そんなに深刻にならなくても、何か相談したいことがあるのならお酒でも飲みながらにしませんか。誰だお前、誰がお前なんかと酒を飲むか。ここの顔役だぞ。はい、もう普通に考えて。私の名刺をどうぞ。おう、これは茶奉行のものか。ふん、ここは勘定奉行の縄張りだ。いくら茶奉行の権能が高かろうと離島のことに手を出す資格はない。その通りですが、ここは我々のお嬢様の顔に免じていただき。お、これはあれか。たくお二方も将軍様にお渡しされる上奏の中でご自身の名前を見たくないでしょう。そのセンスは白鷺の姫君。非下の令嬢にご足労させるつもりはない。我々も余計なことはごめんだ。全て忘れよう。勝家組長、しかし行くぞ。いつか日を改めてお食事でも。その際は私のおごりですので、お二方ともどうかご遠慮なく。無視された。はあ、人付き合いに影響が出ることはしたくなかったんだけど。ありがとうございます、トーマさん。しかし我々のせいであなたと勘定奉行の間に亀裂が。さっきのは冗談だよ。こんな代価、些細なことさ。礼ならこちらの旅人に言ってくれ。彼女が形勢を変えるきっかけを与えたんだから。今後はあの足軽たちも少しは態度を改めると思うよ。トーマ、お前さっき一体。ここは人が多い。場所を変えて話そう。PA 組長って来たらやっぱそうだね、前だけのイメージなんだね。で、トーマは、ちらっと神の目が見えたけど、火だったね。槍の火だったら、あの有名な武将かな。勘定奉行は、やはり骨の髄まで腐ってたか。そうだ、そろそろ本題に入ろう。何が聞きたい？茶奉行について、白鷺の姫君、白鷺かな。いきなりそのことか。じゃあ改めて自己紹介しなきゃね。俺は鳴上島の茶奉行上里家に属している白鷺の姫君の側近だ。なんだって、本当の身分をオイラたちに隠してたのか。その茶奉行も三奉行の一つなのか。ああ、茶奉行の上里家は祭祀活動や文化、芸術などを管理する家系だ。具体的な責務は俺にもわからないものが多い。そして俺はただ運よく上里家に迎え入れられ、白鷺の姫君という名誉を持つ上里家のご令嬢、上里綾香の世話を任せられている。白鷺の姫君、さっきの2人の反応からして稲妻で結構な有名人みたいだな。ははもちろんさ。礼儀正しく優しいお心を持つお嬢はかねてより稲妻の民に敬愛されている。その名声は当代当主をも超えるほどだ。そう、彼女の兄上里綾人よりもな。お嬢は俺のような側近にさえ友人のように平等に接してくれる。心の優しいお嬢がみんなから好かれているのも納得がいくだろう。ああね。じゃあ顔役っていうのはどういうこと？じゃあ全部神里さんの計画？そこが重要な点だ。正直君たちに隠し事はしたくない。顔役という身分は偽装しようと思ってできるもんじゃない。俺は正真正銘1ヶ月もかけて離島にいる全ての人と顔見知りになり、北斗の姉子と仲良くなったんだ。たった1ヶ月ですごすぎる。少し才能があっただけだよ。それにこれも全て君たちをいち早く受け入れるためだったんだ。今は鎖国令が敷かれているが、君たちがモンドとリーウェで活躍したことは稲妻にも伝わっている。君たちが稲妻への渡航を望んでいると知ったお嬢はその到着をずっと気にしていたんだ。それと同時に君たちが噂通り形勢を変える力があるかどうかもね。形勢を変える？さっきの試練では最後にいくつか予想外なことが起きたが、それでも君たちは形勢を変えるきっかけを与えることに成功した。お嬢の期待通り勢力の間に巧みに取り入り、人の心にある隙をついた。君たちが協力してくれればメガリレーはそうだね。協力するとは言ってないってまずそこなんだよね。協力するとは言ってね。予想外の展開だ。情報に間違いがあったか。私たちの目的は雷電将軍に会うこと。そうか、それは理解してるよ。それに俺も君たちを導くって約束したしね。あれ、ポーマがあっさりと受け入れた。ま、とりあえず離島での任務は終わったんだ。しばしの別れと行こうじゃないか。ああ、そうだ、この招待状を君に。鳴上島に来たらここに書いてある木漏れ茶屋に来て俺を訪ねてくれ。それじゃ健闘を祈るよ。トーマって実は結構いいやつなのかもな。オイラたちも先に進もう。あまりにも受け入れが早いんだよね。何かおかしい。お、どうした？外国人は離島から離れられない。あ、そうだった。オイラなんでそんな大事なこと忘れてたんだ。トーマも忘れてたのかな。これも試練なのかも。あんなにあっさりと言ったわけだ。離島を離れたら木漏れ茶屋に行って絶対にケリをつけてやる。とりあえず今は行動あるのみ。離島から出る関所に行ってみよう。ああ、そんなことだと思ったけどね。なんじゃ招待状があると。まあでもまあね、変えてるか。世話役だから真田幸村がとかそっち関連かなとか思ったんだけど、まあ、多分それは違うだろうね。よし、試みてみよう。お待ちを。通行証をお出しください。小林か。鳴上島に急用があって。通行証がないのでしたらお帰りください。規則ですので。はあ、やっぱり旅人なんか考えろよ。どうやったら外に出られるんだ。茶奉行が私たちのこと知ってるなら勘定奉行の偉い人に直接会いに行くってことか。そいつの手下にはまだ文句が残ってるけど、やってみるしかないな。もしかしたらオイラたちを歓迎してくれる可能性だってあるしな。歓迎ね、物理的な歓迎じゃなければいいけどね。ちょっと回復しとこっか。んでちょっとマップ見たくて。天神像こっち方面にあるよね。天神像開いてマップをね、この中か。もしかして。R ね。この中だね。待て。ここは勘定奉行所。部外者は立ち入り禁止だ。オイラたち、勘定奉行に会いたいんだ。勘定奉行様は、普段外国人になんて会わない。早く帰れ。さもなくば、我々が。いや、待て。あ、奉行様。この二人は遠くから来た賓客だ。そんな古いやり方はよせ。さあ、来るといい。話は中で聞こう。今の聞いたか。申し訳ない。めっちゃ聞き分けいいじゃん。人は良さそうだね。でもなんか厳しいのがあって、かたくなに断るって感じになってるのかな。ついえ組長がちょっと悪さしてる感はあるけどね。私は柊木慎介、勘定奉行柊木家の当主をやっている。君たちに会えて実に光栄だ。こちらも光栄です。会えて嬉しいぞ。今回会いに来たのはその…まあそうせくな。せっかく有名な二人の旅人が来たんだ。そう焦って本題に入らなくてもよかろう。オイラたちって有名なのか。もちろんだ。風魔竜を倒し、渦の魔人をも鎮圧するほどの実力を持った人間がこの世に何人いるというのだ。確かにな。おっしゃる通りだ。うんうん。それとリーユエコーでファデュイの計画を阻止し、決戦の最中彼らの執行官を倒したのは本当か。そんなことも知ってるのか。確かに本当だぞ。やはり本当だったか。どうしたんだ。いや、何でもない。ただ君たちを称賛しているんだ。最後は彼らの思惑通りだったけど。お二人がこの離島に訪れたのは実に光栄なこと。かねてよりお二人は熱心な方だと聞いている。我々勘定奉行のためにちょっとしたお手伝いをお願いできないだろうか。いいぜ。遠慮しないで何でも言えよな。またお使いの時間。そうだよねってああ、そういったことは得意。よかった。それなら。知っておられると思うが、リーユエの山には、精神と呼ばれる植物が生えている。オイラたち、それを取ったことあるから知ってるぞ。リーユエに行って、取ってきてほしいのか？ああ、新鮮な精神を300個ばかし取ってきてほしい。新鮮で取りたてのものだ。オイラの聞き間違いか。そうだね。取り終わる頃に新鮮じゃなくなってる。おっと、そんなに面倒なことであったか。そうだな。それでは島の手紙配送を手伝ってくれないか。それならいいぜ。全部で709通だ。おい、どういうことだよ。それって本当にオイラたちがやらなきゃいけないことなのか。はは、すまないね。しかし島は確かに人手不足なんだ。理由もありきたりだな。なんか女性がいるね。どうするんだ旅人。本当に手伝うのか。そうだね。まず状況を調べてくる。さすが旅人殿。では私は返事を待つことにしましょう。はははははは。本当にあんな依頼を受けるのか。おかしすぎるぞ。まあ確かにね。じゃあちょっとね、謎の女性が後ろから見てたけど、一旦ここで終わろうかなと思います。まあ、だいぶね、一つ一つ長いんでね。話メインでもやっぱ長いよね。まあでも久しぶりのアップデートで、やっぱこうやって新しいとこ行けるのは本当楽しいから、次回も楽しんでいきたいと思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それでは、また次回お会いしましょう。ほんじゃ、またねー。